はい、今回は「鉄心とは東工大2013年の問題を説明します。正しいのはどれかと。1番、低温低圧下で水溶液の浸透圧は重力加速度の大きさに依存して変化する。浸透圧はあれですね、式は Φ=CRT やからモル濃度とで絶対温度に比例するんですね。だから重力加速度の大きさには依存しません。だからこれはペケと。2番、低温低圧下で同じ質量モル濃度の初等と塩化ナトリウムの水溶液では、それらの浸透圧は等しいと。これはあの初等は、非電解質で塩化ナトリウムは電解質で、これはあの NaCl は Na+ と Cl+Cl- に分かれるので2倍の効力があるって考えるんですね。だからこれも間違いですね。3番、1モルの溶質を水 m kg に溶かした、その水溶液の沸点上昇は、kb/m より大きくなることはないと。これ溶質水に溶かすんですけど、普通はあの非展開しちゃったらまあこうなるんですけどね、水、m kg から m で割るんですけど、今あの電解質の場合もあるんですよね。 NaCl みたいな電解質の場合はイオンに分かれたりしますので大きくなります。4番、水に食塩を溶かすと水の蒸気圧が減少する。これはあの減少しますよね。こう表面にこう、なんかこう電解質があるとこう水の、蒸気圧が下がるんですね。蒸気圧が下がるのでこれはまるやね。5番、尿素1モルを水に溶かしてできた m kg の水溶液の凝固点効果力は kf/m であると。これはあの水 m kg に尿素1モル溶かしたらこうなるんですけど、溶かして1モル溶かして、m kg の水っていうわけじゃないですね。水 m kg に、尿素 1モル溶かさなあかんね。この K、これフリージングポイントかな。KB は、ボリュームポイントかな。まあ、こういう、値になります。だから、正しいのは4番ということになります。はい、終わります。